J コンからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはシンガーソングライターの浩二さんです。どうも、はじめまして、浩二です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。浩二さんの浩二の G は Z で合ってんですか？はい、ちょっとカッコつけた、はい、Z いいですね、はい、Z 検索するとこっちですからね、はい、見ていただきたいと思いますが、今日はですね、新しいアルバムをリリースしたばかりということでお越しいただきました、はい、そのあたりの話も含めて今日も3つのキーワードで伺ってまいります。今日はこちらになります。じゃーん、じゃん、アルバム Like a Moon をリリースしました。小6の時、母がギターを買ってくれた。一人でも多くの人に生の歌声を届けたい、はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに、もう今日は何といってもこれですもんね、はい、Like a Moon。 これなんか見たことあるなとちょっと思ったんですけど、なんか見たことあるんですか？バックナンバーで、はい、稲田さんがご出演の時にああなるほど、スリーポインテッドミュージック、はいはい、レコードの、はい、レコードから出てるから出てる、まあ、言ってみれば稲田さんのところから出していただいてるアルバムということですね。そうです、そうです、はい、でこのアルバムでね、バックナンバー稲田さん見ていただきたいんですけど、稲田さんがおっしゃってましたよ。稲田さんがね、図鑑でおっしゃってたのはね、はいはい、若い頃もずっと音楽やってて、それからお父さん倒れて違う仕事もしてたんだけど、はい、60を機にやっぱり音楽がしたいって、で自分の一番やりたい音楽をやりたいって、で若い頃はやっぱりこう時代を読んでね、うん、売れる音楽、うん、自分が好き嫌いは置いといて、うん、売れるものとかちょっと時代の先を読んでとかそうやってやってきたけれども、60になった時にいやもう本当に自分の好きな人、好きな音楽を本当に自分の惚れ込んだミュージシャンと一緒にアルバム作りをやりたいっていう風にね思って、僕ね、浩二さんっていうすごい素敵なミュージシャン、シンガーソングライターと出会ったんだってその時おっしゃってましたね、バックナンバーで。矢田さん、そんなこと言ってくれた。そうそうそう、その浩二さんが今日のお客様でございます。ようこそいらっしゃいました。本当、生浩二さんなんですけどね。そんなわけで今日改めてね、はい、アルバムですよ、どんなアルバムなのかっていうところをちょっと教えていただいていいですか？これ、まあ、ちょっと聞いてもらっていいですか？はい、まあ、こういうふうにでも、こういうふうでも、まあ、僕が好きなのはこの角度なんですけどね。この絵もそういえば浩二さん描いてた。そうなんです、これ僕描いてた。多彩ですよね、本当に。ね、こういうなんか、うまいもんですね。あまりお金にならないこと。さすがですね、はい、全部で6曲オリジナル曲が入ってるんですけれども、はい、ちょっと僕愛をテーマにちょっと曲を作ろうと思って、このアルバムは、はいはい、愛をテーマにちょっと作らせていただいたんですけど、まあ、今機械的な音楽はすごく多いじゃないですか、はいはい、まあ、言ってみれば打ち込みってやつですね。そうね、そうね、もう耳がそれに慣れちゃってね、はい、生音聞いたら新鮮ぐらいの感じですね。そうなんです、その生音、やっぱり生の人間が演奏して出る生の音って多分愛がこう伝わってくると思うんですよ。いや本当そう思います、ね、なんかその生音にこだわって、うん、はい、シンプルに本当になんていうんですかね、もう僕が弾きながら歌っているのと、はいはい、あとはベースの人と、うん、はい、その曲によってはピアノの人という、うん、はい、そういうもう必要最小限の、うん、まあ、伴奏の中で歌ってる6曲入りの、うん、Like a Moon、はい、これが今年の2月にリリース、はい、リリース、はい、しました、ね。そういえば稲田さんの時にですね、プロモーションビデオができるとかできないとかいう、もうすぐできるぐらいのことでしたけどね。出来上がりました、うん、完成しました、はいはい、それこそこのアルバムの1曲目に入っている、うん、Do You Love Me という曲なんですけど、はい、まあ、この曲一番好きだった。あ、そうですか、うん、いや、すごく素敵な曲なの。ちょっといいですか？いいね、いいです。歌詞の内容は、はい、まあ、これは自分が想像して作った曲なんだけれども、はい、まあ、自分のタイプの人って人それぞれいるじゃん。あ、はいはいはい、そういう人がこう夢の中で毎日会えたら楽しいんだろうなという、そういう妄想の中で生まれた曲なんですけど、はい、毎晩毎晩僕は夢を見るんだよ、はい、そしたら本当に僕の理想の綺麗な女性が僕の前に現れて、うん、耳元でこう言うんだよ、うん、ねえ、私のこと愛してる、うん、
ていうそういうストーリー性のある曲なんですけど、そういう妄想大爆発なロマンチックなあの曲を、まあ、生音でやってくれるんだよということなんですけど、なんか変わった場所のビデオでしたよね。これの YouTube で検索していただけるとご覧いただけますが、あれどこで撮ったんですか。北端清水沢火力発電所、夕張にあるんですけども、はい、まあ、火力発電所の跡地なんですけれども、とってもあのなんていうんですかね、レトロな廃墟なんですけれど、なんか雰囲気のあるところで、まあ、今思い出したらあれですけど、すごく寒い中、寒かったな3月末の寒い中に撮ってきたんですけどね、空気感がやっぱり寒いというとなんかこう綺麗なんですよね、空気感がとってもなんか鮮やかな映像で、はい、僕もとっても出来上がって見せてもらった時はとても気に入って、はい、YouTube でご覧にもなれますので、はい、どうやって検索したらいいですか。Do You Love Me コージで、コージはこのこっちのコージ、はい、K-O-H-Z-I でこう、はい、検索してくれると多分出てくると、はい、ヒットすると思います、ね、ぜひ検索してみていただきたいと思います。はい、じゃあですね、ここからはウェブ版の方だけお楽しみいただける特別バージョンということで、このアルバムの1曲目に収められております、うん、Do You Love Me を演奏していただきます、はい、お願いします、はい。いつも家帰ってご飯を食べてさあ寝なさいっていう時に、寝る前にその二段ベッドの下で弟にうるさいと言われながら歌を歌ってたそうなんです。自分でも記憶があるんですけど、なんですかね、その時に流行ってたアイドルだとかは全然興味がなくて、岩崎宏美さん、ゆきさおりさん、はい、なんかそういう綺麗な声の、なんか女性の声がとても好きで、同級生が、なんだろう、あの時やったらピンクレディとか、そう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 、ね、その辺にみんなハマってた頃に、そう、タノキントリオ、タノキントリオとかキャンディーズとか、そんなのにハマってた頃に全然違う音楽を、ゆきさおりさんとか、あ、渋い、あの綺麗な流れるような声っていうんですかね、あ、火曜サスペンス劇場の岩崎宏美さんとか、はい、はい、ああいう声が好きでね、そういうのを歌ってたんですよ、そしたら小学校6年 の誕生日、僕は1月3日誕生日なんですけど、はい、誰も聞いてませんけれどその時に、うちの母親が、はい、お前そんなに歌好きだったら、ギター買ってやるっていうことで、フォークギターを買ってたんです。子供用とか
じゃなくて本当のフォークギター、本当のフォークギターを買ってもらって、素敵ですね。独学で一生懸命、うん、あの教本を買ってきて、あれして、それこそ一番初めに何て言うんですかね、覚えた曲は四季の歌ってやつです。春を愛する人はやつです。へえ。覚えてますね。自分でこう教本見ながらこう。なるほどなるほど。はい、それから松山千春さん、はい、吉田拓郎さん、井上陽水さん、うん、フォークの方に、はい、フォークに走って、して中学時代はディープパープル、はい、ハードロックっていうんですかね、はいはい、リッチーブラックマン、ディープパープルだとか、はい、あとその高校くらいになったのパンクって言われる、あ、はいはい、あのセックスピストルズ、はいはいはい、入りましたね、はい、あとあのなんですかね、ARB ってアレキサンダーラグタイムバンド、これ日本のバンドなんですけど、石橋亮さんが歌ってた、はい、そういうところを走りまして、まあ、そこからなんですかね、ソウルミュージックだとかいろんなものを聴くようになって、まあ、そういう生い立ちで今にいたよ。なるほど。なんか本当にだから演奏するのも聴くのも歌うのも結構幅広いですね。あ、もう今しっとり系からハードな方まで。そうですね、うん、はい、あのいろんなジャンルが好きですね。うーん、やっぱり音楽に隔たりはないですよね、うんうん、あの今現在は、すすきのでもね、いろいろ弾いてらっしゃるということですけれども、はい、まあ、どういう感じで、すすきののライブクラブと、まあ、何軒かと、うん、あの契約をさせてもらって、はい、あの生バンドの中で、はい、まあ、ボーカル担当で歌ってる時が多いんですけども、まあ、あのすすきのでとっても有名なところで、ナイトイン21世紀さん、はい、あそこディスコじゃないの？そう、ディスコって聞きましたよ。まあ、分かりやすく言うと、はい、生バンドで踊れるディスコみたいな感じです、うん、あ、はい、え、じゃあブラックミュージックというかソウル歌うんですか？アースウィンド&ファイヤーとか、うん、はい、セプテンバーとか、あ、いいですね、乗る乗るブギーワンダーランドとか、あ、はいはい、ファンタジーだとか、あ、はい、あの辺のこう80年代のディスコって言われてる、はい、そういう時代の曲を歌ってますね、はい、あとは弾き語りでギター1本で歌ったりだとか、うんうん、はい、テレビ CM とかね、そういうのもされてるんですよね、はい、いろいろ、はい、あの、うん、僕の声を使ってくれるところが、はい、ちらちらとありまして、はいはい、まあ、いろいろなコマーシャルにパチンコ屋さんしかはい、あのなんかかぼちゃ、かぼちゃの CM とか、あの北連のかぼちゃの CM、うん、はい、両思いっていう、両思いっていうかぼちゃ、ね、なんか普通のかぼちゃよりもちょっと高級なかぼちゃの、うんうんうん、はい、あの CM を、まあ、毎年時期になれば僕の声が流れるんですけど、うん、はい、まあ、いろいろなコマーシャルがチラチラと、はい、はい、そんな活動をされている浩二さんです、はい、じゃあですね、これからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです。じゃん、じゃん、一人でも多くの人に生の歌声を届けたい、はい、ということなんですけど、はい、今そんなわけでそういう、こう音楽の活動はあのすすきので弾いたり、はい、あと自分でちょっと曲を作ったり、はい、あと CM を作ったり、はい、そういうことをされてるんですけれども、はい、その他にもこういろんなところに行って歌を教える、自分が歌うもそうだけど、はい、教えるってこともされてるそうでね、はい、あのずっと今まで、あのそれこそ小学校6年くらいから歌ってたっていうか、はい、まあ諦めきれずにずっと歌ってた甲斐があって、うん、今はなんかデイサービスだとか、はい、まあ、私どもの僕のよりも先輩の方々と一緒に歌を歌うだとか、はいはい、歌を、その当時のやっぱり曲ですか、昔の歌を歌うんですか。そうですね、あのふるさとだとか、うさぎおいしいっていうふるさとだとか、はい、あとは北国の春とか、ああ、はい、いいですね、はい、道連れだとか、ああ、みんな喜ぶでしょうねそういうのをみんなで歌うとなんかこう生き生きするんですよね、はい、やっぱりなんか歌の力ってすごいなっていうのを最近また実感させていただいてます、うんうん、はい、子供たちのところも行ってるって。そうですね、まあ個人的に今子供たちは僕が個人的に教えてるんですけれども、あ、はい、はい、なんかこう将来を目指す子だとかに、うん、あ、それはこう、子供たちに学校行ってるとかじゃなくて、はい、昔はあのいろいろな学校だとかスクールだとかに行ってたんですけど、はい、今は、まあ、あの個人的に、はい、はい、はい、ちょっと本格的に歌やりたい子に教えてあげる、まあ、そうですね、うん、はい、やっぱ先生と呼ばれ、そうなんです ねあんまり勉強しないでバンドばっかりやってて、やっぱり継続は力なりだなって思う、うん、あの同級生とかにこう、うん、なんていうんですかね、こう同窓会で会うと、はい、あの例えば西警察署の部長やってるやつだとか、
脳神経外科のお医者さんやってるやつらが、はいはい、世代ですからみんな偉くなっちゃう。そうなんです。これが僕にお前やりたいことやって未だに生きてるなんて幸せだなって、なんか、はい、なんか継続は力なりだっていうのをなんかつくづく、ああ諦めないでよかったなっていうのをすごく奇跡を感じてます。あの途中違うお仕事をしたこともやっぱりあった。あ、もういろいろやりましたね。この年まではね、はい、ずっと歌だけでは歌って、トラックの運転手をやったり、私服警備員をやったり本当ですか。へあのホームセンターのこう角で、うん、あなんかやばいなっていう人をこう、あそういうのあいますよね、はい、でお金を払わないでポケットに入れた人に、はい、あちょっとちょっとそういう係をやってたって、そう店長に謝りなさいよっていう、そういう仕事をやってた。いろいろやりましたけど、いろいろやったけれどもやっぱり必ず音楽に戻ってくる。そうですね、はい、はい、やっぱり、音楽はなんかすごい力があるなっていうのを、はい、なんていうんですかね、映画のクライマックスのシーンの時に、はい、それなりのこう音楽がファーッと流れるからなんか感情がこうファーッと溢れ出して、うん、涙が出たりだとかっていう、うん、なんか音楽っていうのは人生にかけ離れなんて切っては切れないものだなっていうのをなんか、はい、とても感じてて、その素晴らしさを少しでも伝えることができればということで、うん、まあはい、こんな僕ですけども一生懸命やってますね、はい、あの音楽活動たくさんされていらっしゃいます。さ あ, あのこれからというところで言いますと、これが出たばっかりですからね、はい、どうですか、これをまあ元に、うん、はい、一人でも多くの人に、まあ、僕の作ったオリジナル曲、はい、あの愛をテーマに作ったオリジナル曲を、はい、まあ、北海道だけではなくて、東京、うん、まあ、全国回ってみたいなというのを今計画しておりました。はい、私本当に1番目が1曲目が好きだったんですけど、はい、ありがとうございます、うん、と3曲目も良かったですよ、割とこうあのザカザカっと安くいく25ブルースですか、ね、あ25ブルースですか、はい、うん、はい、まあ、25歳の自分 の,、うん、あの自分別の仕事をしてたんですけど、うん、今に俺のやりたい仕事をやってやると、うん、まあ、音楽なんですけど、うん、今に見てろよという気持ちを、まあ、歌った歌なんですけど、へー、25ブルースで、はい、じゃああれはこれは2番目、会いたくては、これはこれ会いたくてっていう、まあ、その2番目の曲、はい、これは僕の心の中に潜んでいる女心が書いた曲です。おー僕の心の中の女心、うん、あのとっても有名な占い師の方に言わせると、僕は前世は女性だったんです。うーん、はい、でその占い師に言うのは、いつもねって海岸に向かって涙を流してるっていう情景が目に浮かびます。へー、で旦那さんがその海外で戦争に行って戦死されて帰ってこないのを毎晩海岸、毎回毎日海岸に行って涙を流してるっていう、うん、あなたは女性、前世女性ですね、女心の歌を作りなさい、へー、あなたヒットするでしょって言われたんです。なるほど、これはもうあの別れた、あの彼氏のこと、はい、まあ、僕の中の、まあ、女心です。うん、はい、あの窓辺にいつもあなたが夜空を見ている窓辺に目を閉じて手を伸ばしたら今でもあなたに触れることができそう。へー、ちょっと寂しい歌なんですけど、ロマンチックですね、はい、そうか、オイラの中の女心が歌わせたこれは僕の歌は、うん、あのまあ、なんていうんですかね、笑ってられるのは僕がこうやって心から今笑ってられるのは前に今までずっとあなたがそばにいてくれたからだよっていう、うん、あのこれは友達であったり、うんうん、彼氏彼女奥さんであったり、うん、親であったり、うん、はい、誰にでも多分共通当てはまることだと思うんですけど、人によって多分、はい、思いは5曲目、思いは別れたあの子を忘れられない、あの彼女今どこで何やってるのかな、この星空をどこで見上げてるのかなっていう、あ、いいですね、はい、会いたいな、会いたいな、今でも愛してるよっていう、なるほど、じゃあついでにじゃないですね、最後の Like a Moon、 これはもうあのアルバムタイトルになってる曲なんですけれども、うん、これはあの、まあ、ちょっと暗い話になってもいいですか、いいですよ、いいですよ、
4年ほど前にうちの父親が他界しまして、で、うちの両親って何やってたのかって言ったら、昔でいう商店、今でいうコンビニみたいなもんですけど、普通のサラリーマンと違って朝から晩までずっとうちの父親と母親は一緒に暮らしてたわけです。喧嘩もよくあったんですけれども、いきなりなんか心臓の調子がおかしくなって4年前うちの父親が他界した時に、うちの母親が、立ち直れなかった、ずっと一緒にいたが、言ってみれば心の中の隙間がポカンと開いてしまって、もういつも会えば泣いてばっかりだったんだけれども、今やっと最近元気になったんだけど、今度はずっと一緒にいた人がいなくなって、どんだけもう想像できないほど寂しかったんだろうなって僕は思った。その心の中ってどういう情景なのかなっていうのを考えて作った曲が、ライカムーンっていう曲なんですよ。あなたの優しさが今も心の中で消えそうな光なんだけれども、ゆらゆら揺れて私の暗い心の中のちゃんと道しるべになってるよって。それはライカムーンっていうのはまるで月のようだっていう意味なんですけど、その淡い消えそうな光はまるで今宵の月の光のようだよっていう曲なんですけど、素敵ですね。もしよかったらぜひ聴いてみてください。本当シンガーソングライターって一番そうですね、詞も音楽も書いて自分で歌うっていう、一番この世界観をね、表せる、アルバムなんですね。すごいですね。ぜひ聴いてみていただきたいと思いますし、今後もじゃあこのアルバムを引っ提げて、生の歌声を日本全国各地、世界へも、ありがとうございます、お届けいただきたいというふうに思いました。頑張ります、ということで今日のゲストはシンガーソングライターの浩二さんでした。ありがとうございました、どうもありがとうございました。さよなら。